じゃあ改めて乾乾杯。杯。いやー、信子ちゃんって本当に可愛いよね。ありがとう。信子ちゃんって、今お仕事は何してるんだっおけ？仕事で言うと、なんか受付って感じですかね。あ、受付。はい。なんか、平日、ほんと9時5時とか働いて帰ってきてって感じなんで、そんな、でなんもか、さ、信子ちゃんみたいに可愛い子が受付してくれたら、その会社も華やかになるだろうね。お世辞上手ですね。お世辞じゃないよ。誘ってくださって嬉しかっ たいですやいよ。やいやいやいや、ほら、この前さ、みんなでさ、ほら、なんか飲み会みたいなとこで一瞬だけ会ったじゃん。本当に一瞬だけなのによく覚えてくださいましたもね。ちろん、その時にさ、まあ、ああいう立食パーティーみたいな感じで、一瞬だけ、あ、素敵と思ってさ、でも俺帰り際だったんだよ。だから、この素敵な人と、ちゃんと二人で食事来たらいいなって思ってさ。ありがとうございます。すっごい嬉しいです。私も、実はあの日、なんか、正直、彼氏と別れたばっかあ、だったんですそうなよ。んだ。なんで、なんか、こんな、いい人いたらいいなと思ってて、で、本当お話、ってか、お声掛けしていただいて、本当に嬉しくて、ちなみだけど、彼氏さんとは何でお別れしちゃったの？なんか、プライベートの、なんか、感覚が合わないっていうか、結構好き嫌い、お互いなんか好き嫌いっていうか、向こうが好き嫌い多かって、なんかこの店は行きたくない、この店は行きたくないっていうのが多くて、結構嫌でしたね。あ、そうだっはたんい。いだ。ただきます。お腹すきました？あ、そうだね。せっ食べかてくみだまからすか？食べよう。うわ、これ美味しそう。いただきまーす。あ、すごいスパイシーで美味しい。めちゃくちゃ美味しいよ。いいですね。私もじゃあこれいただきます。え、おっきいのいいですか？難一番しい。大きいのは、もう君のために取っておいたのさ、あなりんがつっとうごて。ざいます。で？ちょ。うわ、すごい。うわ。美味しいです。食べ方がすごい特徴的だ。美味しいよね、これね。なんか、結構スパイシーでお酒進むって感じがして。美味しいです。なんかすぐお酒行きたくなるよね、思わず。酒は普通だ。お酒の飲み方はそりゃそうだ。あの時だって普通だったんだから。ご飯の食べ方だけめちゃくちゃ特殊なのか、この人は。てか卵もありますね。あ、ほんと、ここのね、この煮つけた卵めちゃくちゃ美味しいらしいいよ。ただきます。どうぞどうぞ。どうしよう。半分は、かじっちゃってもいいですか？もちろんかじっちゃっていいよ。いただきます。ハムスターの要領？ハムスターが、ほっぺたに食べ物を保存するみたいな。そういうこと？すんごいなんか虫歯の人みたい。めちゃくちゃ虫歯で腫れ上がった人みたいになっちゃってんだけど。休みの日とかって何されてるんですか？なんかすごい喋ってるけどめっちゃ変。休みの日とかっ休みての日とかってじゃ何さなれいてるの感じなよ。んですか？すごい変なんだけど。はい？すごいな、自この炊とかっ人。てします？自炊とかってします？じゃないのよ。ムーミンみたいな顔だ。ムーミンみたいな、でもさすがに、卵残して、逆サイドは今消化してるみたいな、そういうことなのかスパイな？シーチキン超うまいですね。あ、そうなんだ。そうなんだ、逆サイドはなんだ。でもさ、この、ほら、揚げ出し豆腐も美味しそうだよ。いただきまーす。美味しい。めちゃくちゃ美味しいよ、揚げ出し豆腐。いただきます。どうすんだ、どうすんだ。うわー、保存なんだ。箸で奥にやってるもん、保存なんだ。
なんかそのカリ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 って食べるっていうのはレアパターンなのかな。ハムスターみたいにカリ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 って食べるのはチキンだけだったもんな、今のところ。でもよかった。さすがにお箸でカリ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 って食べるタイプなんだ。すごい。すごいな、この人。え？なんか冬のスポーツとか結構やったりする。冬のスポーツってな、やったりとかするんですか？じゃないのよ。めちゃくちゃ、ムーミンみたいな顔で言ってる。あ、でも僕あれ、案外、スキーも好きだし、うん、スノーボードも好きだし、うん。楽しいですよね。楽しい楽しい。なんか、スキー、スノボって、さらにそっから温泉ついてくるからめっちゃ良くないですか？全然喋りにくそうにしてない。全然この人喋りにくそうにしてないのすごいんだけど。なんか、温泉とかで、私、あ、まだ食べるの？こう流れで？嘘でしょ嘘でしょ？これを？あ、保存なんだ。保存なんだ。え、さすがにもう無理かな。よかったらさ、うん、揚げ出し豆腐もう一個ぐらい。いただきます。さすがに無理だろ。ちょこちょこ食べるか。あ、保存なんだ。保存食いなんだ。口の中に入っちゃうんだ。さすがに喋りにくいよな、今は。あれ、え、やったりする？ウィンタースポーツとか。あ、やっぱ喋りにくいんだ。さすがに喋りにくいんだ。そりゃもう。ん？どうしたの？ペロって出した。舌がペロって出てきたんだけど、今なんか。舌が今。揚げ出し豆腐なんかすごい卵の黄身が美味しいです。揚げ出し豆腐食べたの？なんか卵の黄身がかかってて。ああ、そうだ。卵の黄身がかかっててじゃないんだよ。もう一つの卵なんだよ。さすがにもう一個卵はいけないよな。ね、よかったらさ、この卵も食べちゃっていいよ、全然。さすがに無理か？どうするんだ？さすがに無理だろ、この大きさの卵は。え、無理だろ？無理だろ？行くんだ！しかも平気で入った！え、余裕で入ったんだけど、卵。嘘と言って。え、ウィンタースポーツとかするんだっけ？ああ、すごい！ジャイアントシロタの声だ。ジャイアントシロタって口の中に物入ってるのかな？あ、スキーやるんだ。あ、スノボもやるんだ。あー、あれね。はいはいはい。あー、日焼けとかもしちゃうみたいなことなのかな？雪の。うん。雪日焼けね。もう無理か。残りのも全部食べちゃっていいよ。よかったら。これはいけるか、さすがに。おー、いけた、いけた、いけた。わ、入った。え、嘘でしょ？うわ、嘘でしょ？え？はぁ？これさ、思ったより辛いでしょ？辛いでしょ、ずっと口の中にあるの。え、彼氏とかいないよね、今。うん。え、よかったら付き合ってください。うん。あ、ダメなんだ。すごい素敵だと思ったけど、ダメなんだ。うん。どういう人がタイプなの、ちなみに。いっぱい食べる人なんだ。全然食べないじゃん、だって。